お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、力士16期サンバガラスの一角として頭角を現し、行動派の巨頭荒木貞男の右腕として活躍した小畑敏郎が、友人だった永田鉄山との対立関係を深め、統制派と行動派の深刻な抗争に巻き込まれていく話をしたい。小畑敏郎はその作戦能力の高さから作戦の鬼とまで称された。対ソ戦略研究の第一人者だが、小畑敏郎の幼年時代から、陸大を卒業してロシアに駐在するまでの血気盛んな青年将校時代については、前編をご覧ください。バリバリ帝政時代のロシアに赴任したね。帝国陸軍の矛先を、対ソを主軸とするのか対中を主軸とするのかで、小畑敏郎と永田鉄山は後年対立を深めるんだが、このロシア駐在が小畑敏郎の対ソ研究の契機だったと思われる。なお、小畑敏郎の最終階級を考慮し、これ以降は小畑中将と呼称する。ロシア駐在中に小畑さんは何をしてたの？小畑中将が帝政ロシアに駐在していた時期は、ちょうど欧州で第一次世界大戦が勃発し、帝政ロシア軍がドイツ帝国軍と刃を交えていた時期に符合する。なので、小畑中将は帝政ロシア軍側の幹線武官として前線を視察するとともに、帝政ロシア軍の将校と交流を深め、日本軍にもたらすことのできる軍事知識の官僚に努めた。しかも、帝政ロシアではこの時期の終盤に、世界史に特筆される国内事件を抱えることになった。なん、その事件って、ロシア革命だ。ロシア革命は、2月革命と10月革命によりボリシェイキが政権を掌握し、ソビエト連邦の爆誕につながった一大事件だ。ボリシェイキの天下になったら、小畑中将が知り合った帝政ロシア軍の将校だと貴族だろうから没落したんじゃないの？白ロシア軍として頑張った将校もいたが、小畑中将の作戦能力を高く評価し、その表彰として小畑中将にステッキを送った帝政ロシア軍の元帥なんかは、悲惨な末路を歩んだそうだ。ロシア駐在を命じられた小畑中将は、家族を日本に残して単身大陸に渡り、シベリア鉄道を使ってモスクワに向かった。無事に着いたモスクワで、小畑中将は列車内で知り合った夫人にホテルの部屋に呼び出され、何事かと小畑中将が向かったところ、金を無心されたので方法の体で逃げたというエピソードなども残っている。部屋に行った小畑さんの目的やいかに、いろいろと想像できるところだが本論と関係ないので置いておき、小畑中将は下宿先で南京虫に悩まされるなどして海外駐在初期のバタバタに見舞われたが、それらを乗り越え、腰を落ち着けた状態でロシア語の勉強や帝政ロシア軍の見聞に没頭する。帝政ロシア軍について小畑さんの見解はどうだったの？結構厳しい感想も残している。すなわち、公園で連兵する兵士らが、タバコを通行人にせがんでいる様子を見て、そら大量に捕虜にされるわけだと感想を残している。大量に捕虜にされるってどういうこと？第一次世界大戦で帝政ロシア軍はドイツ帝国軍に苦戦を重ねており、しかも、徹底抗戦してドイツ帝国軍を苦しめるロシア軍兵士は少ない傾向にあり、割とあっさり捕虜になる兵士が多かったらしく、そのことを踏まえて小畑中将は帝政ロシア軍を揶揄していると思われる。揶揄するような帝政ロシア軍の戦術を小畑さんは高級してたの。当初はそうだったようだが、第一次世界大戦で帝政ロシア軍がドイツに敗退を重ねるに従い、小畑中将はむしろ、ドイツ帝国軍の戦術、特にプロイセン陸軍参謀本部の戦術に着目するようになる。後年、小畑中将は対ソ戦略を構想するにあたり、プロイセン陸軍参謀本部の包囲殲滅戦術に着想を得たと思われる作戦案を改陳しているので、戦術面についてはロシアからドイツに傾斜したようだ。なお、この第一次世界大戦の幹線武官に日本軍は数多くの将校を送り込んでいるんだが、ドクロが激突を繰り返す戦線に、小畑中将の軍内での運命を決定づけることになる軍人がいた。その将校って誰？荒木貞男を、行動派の領袖にして、後年は陸軍大臣にまで上り詰め、
小畑中将を右腕として頼んだ軍人だ。小畑さんが行動派と言われるゆえんになった人だね。荒木貞雄については軍内に派閥構想を持ち込んだり青年将校を焚きつけたりと批判されることも多いんだが、陸軍省軍務局に勤めた将校の戦後の回想によれば、荒木貞雄は部下に慕われる人柄で、戦後も荒木貞雄を囲む会が継続されたというから、派閥の親分としての人望はあったんだろうね。やがてロシア国内は革命の様相が色濃くなり、小畑中将はロシアを引き払ってフィンランドに渡ってロシアを後にした。すぐに日本に帰国したの。帝国陸軍は小畑中将に見聞をさらに広めさせようとしたのか、あるいはロシア駐在の慰労の意味もあってか、欧州とアメリカを経由しての世界周遊を経ての帰国となった。日本に帰国しての役職は、陸軍省軍務局員兼元帥副官だった。副官って何するの？すごい大雑把に言うと、軍内での秘書みたいな役職だ。小畑中将が副官としてついたのは元帥陸軍大将、伏見の宮貞成親王だ。と言っても、小畑中将が副官についた時期には、元帥はかなりご高齢で、どちらかというと小畑中将は軍務局員としての仕事が主だったらしい。この時期、小畑中将は、同人より先に帰国していた永田鉄山、さらにもう一人のサンバガラスと称された岡村康次の3名で、陸士以来の交流を深めていた。まだ確執は生まれてないんだね。永田鉄山と小畑中将の両者間の問題もあったんだが、それ以上に上司や部下も巻き込んでの派閥的な構想が根本原因となって、両者の仲違いが加速した側面は否めないように思う。さて、副官業務と軍務局員業務や参謀本部員業務に従事した小畑中将は、中スイス公使館付き部官となった永田鉄山と共に、再びの欧州駐在を命ぜられる。場所はどこ？再度のロシア駐在であり、ロシア大使館付き駐在部官の職責だったが、実際は、日本がソビエト連邦を承認していない関係もあって入国できず、ベルリンなどで第一次世界大戦の研究に没頭した。そして、この欧州駐在中に、永田鉄山、小畑中将、岡村康次の三者で、有名なバーデンバーデンの密約が交わされる。名前は聞いたことあるんだけど、どんな内容の密約なの？第一次世界大戦によって戦場は様変わりし、新しい戦術、新しい兵器、新しい経済体制など革新が起きまくる一大現象だったんだが、日本は欧州戦線に参戦しなかった関係もあり、あらゆる革新からしっかり取り残される状況となってしまった。ダメじゃん。戦車、航空機等、第一次世界大戦の革新から取り残されたツケは、大東亜戦争にまで日本軍に悪影響を及ぼしたのではないかというご意見を以前当チャンネルのコメント欄で拝見したが、アップ主としても、確かにそうかもしれないと、思った次第だ。しかし、日本軍が第一次世界大戦の欧州戦線に完全に無関心だったかというと、艦船部艦として戦場を実際に見聞した将校を中心に、日本軍が世界から取り残されていく状況に焦燥感を持つ空気もあった。小畑中将はロシア駐在中にこの焦燥感を抱き、また、永田鉄山も艦船部艦として焦りを感じていた軍人だった。特に、永田鉄山は後年、ドイツ帝国のルーデンドルフ将軍が提唱した総力戦という概念を深く研究し、来たるべき総力戦に備えて日本国内で啓蒙活動を行ったり、陸軍省に整備局を新設して総力戦体制の構築に力を尽くしていた。ちょうどサンバガラスの岡村康次が欧州に出張したタイミングを捉えて、永田鉄山、小畑中将、岡村康次の三者で、陸軍の人事刷新や軍政改革を協力して推進することを合意し、ついで東条英機も合流して協議されたのが、いわゆるバーデンバーデンの密約だ。軍政改革はなんとなくわかるけど、人事の刷新って何をするの？具体的に言うと、徴収罰の駆逐だ。明治維新で誕生した帝国陸軍は、山形有朋を頂点とする徴収罰に長年牛耳られ、この頃は人事の閉塞感が漂い、徴収罰の戦王に批判的な空気が醸成されていたんだが、この徴収罰の戦王に特に怒りを感じていた軍人がいた。誰？徴収罰の人ではないよね。東条英機だ。東条英機の父親である東条英教は徴収罰と折り合いが悪く、
長州伐の将校の戦術を激しく非難する軍事書籍を書くくらいだったらしい。東条英機としては、父親が栄達できなかったのは長州伐の戦王によるという考えがあったと言われ、その戦王に対する憎しみは、サンバガラスの長田、小畑、岡村らより強かったと想像される。息子が父親の復讐に燃えていたんだな。また、長州伐に代わり、後年は対立が先鋭化する正木仁三郎、荒木貞雄、林千十郎の三将軍を盛り立てるという内容も合意された。小畑中将は日本に帰国後、参謀本部院に任ぜられ、バーデンバーデンの密約を交わした長田鉄山や東条英機を自宅に招いて、今後のあるべき陸軍の姿を議論するなど、さらに交流を深めていった。小畑中将は陸大教官、ついで参謀本部作戦課長に就任し、陸軍の中枢に参画するようになる。この時の上司が作戦部長の荒木貞雄だったため、小畑中将は荒木貞雄に対する傾倒を深めていく。小畑さんと長田さんの対立はこの頃に深まったのかな？まだこの時期は、長田鉄山、東条英機や小畑中将らが人事問題を討議する双葉会を結成。さらにこれが木曜会と合同して一石会という陸軍中堅将校らのグループを形成し、結束を深めていた時期だった。しかし、満州事変が勃発し、関東軍が満州を掌握すると、この一石会内部で、特に長田鉄山と小畑中将との亀裂が目立ち始める。どんな亀裂だったの？対ソ連と対中国をめぐる方針の対立だ。すなわち、長田鉄山は、5カ年計画で実力を向上させつつあったソ連に対し、満州国の軍事力増強と民生安定を優先して牽制しつつ、まずは中国に対する軍事的優位性を確立することを優先すべきという立場だった。対して、小畑中将は、中国との関係よりもまずはソ連に対する防衛体制を固め、ソ連が進撃してきたらこれに一撃を加えることのできるようにすべしとする戦略思想を提唱していた。この二人の方針や思想の違いが、やがて埋め難い溝を作り始め、行動派と統制派の派閥構想に拡大していく。この両者の思想の違いは、日本の外交政策にも波及し、例えば一時期日本とソ連との間で議題となった日ソ不可侵条約案の可否について、ソ連を牽制しつつ中国問題の処理を優先したい長田鉄山は賛成だったが、ソ連を強く警戒する小畑中将は反対の立場だった。他にも、ソ連から日本に対し、ソ連が管理する満州北部の鉄道を日本あるいは満州国に売却する提案があった時も、長田鉄山は交渉次第で鉄道を買い取るべきと主張したが、ソ連を警戒する小畑中将は鉄道の買い取りに反対するという、あらゆる論点で対立が深まっていくという具合だった。そんな中、小畑中将は岡山の歩兵連隊長、再びの陸大教官を経て、ある人物の指揮により、重要な役職に返り咲く。ある人物って誰？行動派の領袖、荒木貞雄だ。荒木貞雄は犬飼剛内閣の陸軍大臣に就任し、厚い信頼を寄せる小畑中将を参謀本部作戦課長、ついで参謀本部第三部長に累進させた。しかし、この人事で、小畑中将は特定の同輩とさらに対立を深めることになってしまった。特定の同輩。参謀本部の第二部長だった長田鉄山と、編成動員課長だった東条英機だ。この二人はいわゆる統制派の将校として語られる軍人であり、参謀本部という同じ機構に所属となったことで、小畑中将と長田鉄山及び東条英機の対立が先鋭化した。このままではまずいと察知した上層部は、小畑中将と長田鉄山を、喧嘩要請倍の形で、それぞれ近衛師団と歩兵第一旅団に移動させる措置を取った。この時期には、そのくらい険悪な空気が流れていたらしい。そのまま二人とも現場部隊を回ることになったのかね？小畑中将の慕う荒木貞雄が陸軍大臣を辞任し、その後任に、長田鉄山を高く評価する林千十郎が就任すると流れが変わり、長田鉄山は再び中央に呼び戻され、陸軍省軍務局長という要職に返り咲く。小畑中将が一歩遅れた感があるね。林千十郎による行動派の駆逐は徹底しており、荒木貞雄や正木仁三郎を領袖とする行動派の中堅幕僚たちは、陸軍中央から次第に遠ざけられた。さらに、明治9年には、
行動派の青年将校である磯部千一、村中高平と陸軍士官学校生徒らが重心襲撃のクーデター未遂を起こした、陸軍士官学校事件が発生し、行動派の青年将校らが処分されたことで、統制派の中核と目された永田鉄山は行動派の怨恨をさらに買うことになる。陸軍士官学校事件に永田鉄山が関わってたの。陸軍士官学校事件は、行動派の駆逐を狙った永田鉄山が黒幕だったという風評もあったが、真相ははっきりしないんだ。昭和10年、さらに行動派の青年将校らを怒りに駆り立てる出来事があった。どんな出来事があったの？行動派の正木仁三郎が教育総監という陸軍中央の要職から更迭されたんだ。後任には、後年の226事件で殺害される渡辺丈太郎が就任したが、渡辺丈太郎は行動派でも何でもなかったので、いよいよ行動派の駆逐が加速している感を与えた。その中でも、相沢三郎中佐は、怒りに震える行動派の青年将校のうちの一人だった。出たな、相沢事件の相沢三郎。昭和10年8月12日、永田鉄山はいつも通り陸軍省軍務局長室に出勤したんだが、同じく陸軍省に挨拶回りの名目で出勤した相沢三郎が、軍務局長室に入るなり速やかに軍刀を抜刀し、永田鉄山に太刀を浴びせ、白昼堂々、永田鉄山を惨殺した。この時期に小畑中将は何をしてたの？人事構想で劣勢となった行動派において、エース格と目された小畑中将は、陸軍大学校幹事、陸軍大学校の校長を歴任していたが、参謀本部や陸軍省の要職に戻ることはできなかった。やがて、226事件の勃発により、小畑中将は窮地に立たされる。さて、小畑敏郎の解説をしてきたが、大日本帝国陸軍の軍人を中心にした本チャンネルのメンバーシップのご紹介です。メンバーシップって何を得られるの？画面にあるバッジの使用、メンバー限定の動画が視聴できるなどの特典があります。動画はアップ主が一般公開を躊躇するマニアックなものを今後もアップしていく予定です。ちなみに、最近メンバー限定にアップしている動画は、東条英機、派閥構想編、鈴木貫太郎、魚雷の攻防日清戦争編、東条英機、左遷編、軍事参議院、天皇の軍事顧問集団、笑顔の軍人最小桂太郎、などです。詳しくは画面下の概要欄にあるメンバーになるというボタンを押しますと詳しい紹介動画を見ることができます。ちなみにボタンを押してもすぐメンバーに申し込むことにはならず、紹介動画が流れるのみですのでご安心ください。また、概要欄の URL をクリックしても紹介動画を見ることができます。ここまで見てくれた人、ありがとう。秋田号を引き続きご愛顧ください。